はい、皆さんこんにちは、もちあいです。今回はですね、スマホのアプリでございます。ということで、初めて起動するアプリになります。バンドリの、ガールズバンドパーティーというものでございます。はい、元のそのバンドリー自体はですね、アニメ2話ぐらいまでしかちょっとまだ見てないんですけども、録画してるので、この後ね、追っかけて見ていきたいなと思います。はい、前にもなんかおすすめされたんですけども、アニメをね、ちゃんと見ますよ。はい。ということで、ついにですね、アプリがリリースとなりまして、結構前々から宣伝はしてましたよね。で、ついにリリースということでね、始められた方も多いんじゃないのかなと思います。で、リリース日に僕も、ダウンロードして、あったんですけども、起動するのは今が初めてです。はい。今日がちなみに23日ということでね、ちょっと経ちましたけども、やってみたいと思います。はい。ではですね、今画面の左端にある、アプリ、こちらですね。ガルパ。省略はガルパでいいのかな？はい。ではですね、起動してみましょう。せーの、起動！武士も。そうだ。そうそうそう。武士もなんですよね。クラフトエッグ。スクフェスと同じ。バンドリー！ガールズバンドパーティー！すげえ。はい、ということで、おお、すごいな、すごいすごい。ちょっとコードが引っかかってる。よいしょ。はい、ということで、おお、すごい。ね、やっぱ音楽を使いますから、ジャスラックのマークもありますね。はい、何かと問題のジャスラック。 はい、ということで、タップトゥスタート。スタート。お、利用規約同意します。ついにスタートですね。このメイン5人のキャラクターしか見たことないんですけど、大丈夫かな？右側にいた子たちちょっとわからないんですけども。そうそうそう、この5人しかわかんない。お、ちょっと待って、進める。おお、このグループかっこいいじゃん。アフターグロウ。わ、なんか本当にいろんなバンドがあるんですね。うわ、このロゼリアめっちゃかっこいいじゃん。 めっちゃタイプです。おお、このハローハッピーワールドの真ん中の子いいですね。金髪の子。うわー、すごい。こんなにいっぱいあるの？ 5 つですね、大きく分けて。で、データダウンロード中です。で、ちょっと月末 なんで、制限かかっちゃってないから大丈夫かな？あ、でもこのロゼリア、ほんといいな。CV を見ても知ってる人がちらほらって感じですかね。へえ。ほんと、それぞれ個性あっていい感じですね。うん。このアフターグロウすごいですね。CV、めちゃくちゃ有名な人ばかりですね。はい。ということで、すごいね、初期ダウンロードなんで、ちょっとね、待ちましょう。はい。もう間もなくデータダウンロードが完了しますかね。今99%でございます。結構初期ダウンロード長かったな。お、来た来た来た。さあ、ダウンロード頑張ってください。おお、すごい、動くんだ。すげえ。めちゃくちゃ綺麗じゃん。動くんだ。ライブハウスらしいです。慣れましたね。はい。マリナさんです。はい。大丈夫なのかな。そっか、君はイベント。のことをまだ知らされてないんだ。まあ、最初はお決まりのチュートリアルでしょうね。このライブハウスはもともとオーナーがこの後、まあ、どんどんライブをしていこうっていう感じなのかな。ああ、知らなかった。そうなんだ。今度ガールズバンドを集めた。ほうほうほう。ライブイベントをやることになったの。なるほど。なるほど。実力やプロアマは問わず、プロアマ問わずですね。出演可能。なんだけど。肝心のバンドからの応募は。ああ、それは困りましたね。なるほど。ライブハウスとしての知名度もいまいちな状況じゃ、まあ当然なんだけど、オーナーからはこのイベントを成功させて、まずはじゃあこのイベントからクリアしていこうみたいな感じですかね。どうしたもんかね。おお、来た。てか、めっちゃ綺麗に動きますね、ほんと。
すごいな。誰？ライブ中の演出とかどうなるんだろう。私、富山かすみです。はじめまして。すげえ。おお、表情も本当綺麗に動きますね。すごい。すごいな、本当にスパスパ動きますね。すごい。かすみちゃんだっけ。その背中に背負ってるのはギター？はい、私ここにいるみんなとホッピンパーティーっていうバンドをやってるんです。3人目だ。私はしたよ。ちょっと飛ばしちゃった。適当すぎだろ。オートにしたいな。オート。さっきかすみからもありましたけど、私たちポッピンパーティーって言います。私はドラムの山吹さやです。よろしくお願いします。花園隊です。4人目ですね。市貝あゆさです。キーボードです。まあ基本的にはバンドだから5人体制って感じなのかな。5人出てきましたね。はい、改めて私は富山かすみ、ギターでボーカルです。キラキラドキドキしたいって思ってた時にこのランダムスターに出会って、ランダムスター、みんなとバンドを組むことになりました。バンドは毎日楽しいです。うん、高校生はやっぱり元気があっていいね。私は月島マリナ、マリナとかマリナさんって呼んでもらえると嬉しいな。このライブハウスのスタッフをしているの。ほら、君も自己紹介よろしくね。あ、名前がここで聞かれましたね。はい。あ、間違えた。モチになっ、まあいいか、モチでいきます。後から変更できるとのことなので、よろしくお願いします。モチでいいか、まあいいや。はい、お願いします。その後は模擬ライブかな。お、来ましたね。でも本当ね、このなんていうの、ヌルヌル動く感じはすごく感動ですね。すごい。本当に前情報何も聞いてない状態でやってるので、いや本当すごいわ。これはよりストーリーも楽しく見れますね。すごいわ。いやだからライブ中はどうなるんだろうな。ライブのそのリズムのどういうタッチなのかもよくわかんないので、まあちょっとね、リズムゲーム自体ちょっと苦手なので、まあそこのところはよろしくお願いします。はい、お話が続いてますね。お、ライブに出るみたいですね。ライブの練習にはうちの併設スタジオを使ってくれていいからね。え、ここってスタジオもあるんですか。こう表情だけじゃなくて体全体がこう動いてるのがさらにすごいですね。ね、こうぴょんぴょん動くのがすごいです。お、練習をしたい。レッツゴー。お、びっくりした。さあ始めよう。楽曲と難易度を選んだらライブスタート。わかった。まあとりあえずこれしか空いてないからな。ときめきエクスペときめきエクスペリエンスイージー決定。もうこのメンバーしかいないですよね。ではもう流れに沿ってライブスタートでいきましょう。ライブスタート。お、なんか、あー、こういう感じなんだ。なんかこうゲーセンでやってるね、人たちこういうのいますよね。なるほど、こういう形なんだ。まあでもとりあえずデフォルトでいいんじゃないでしょうか。 OK。 おーおーおー、
ついに来ますよ。じゃあちょっとねイヤホンつけてまいりましょう。まあね、苦手なことには変わりないんで、ちょっとそこら辺はお手柔らかにお願いいたします。いやでもイージーだからなんとかクリアしたいですね。そしてちょっとローディングが長めですが頑張って。よし来た、行きましょう。おーすごい、お客さんの歓声が聞こえますね。そしてサイリウム、あーかわいい、ちっちゃいキャラクターがいますね。ライブ中の操作は音楽に合わせてリズムアイコンをタップ。次へ繋がってるのは同時にタップ。わーなんだこれロング長押し、フリックは上にやるんだ。でスライドはなぞって最後に離す。まあ、ちょっとやりつつ覚えましょう。あーこれは技発動中ですかね。黄色アイコンをタップするとメンバーがスキルを発動するよ。まあ、とりあえずやってみましょう。あのねとりあえずやってみましょう。わっ、また発動。これはどうぞ。あ、演出めっちゃいい。演出めっちゃいいです。プレイの邪魔にならない程度に技が発動してますね。お、やったー。さすがにイージーなんで簡単でしたね。やりました。ありがとうございます。ライブ成功ということで、最後に得点が出ますね。あとライブ報酬ももらいました。ただスコアランクは C です。おー、こんな感じでね出ますね。ありがとうございます。練習チケット、プレイにはチケットが必要なのかな、わかりませんが、まあ、とりあえず、クリアということですね。ランクも上がりましたが通信に失敗した、大丈夫かな、エラーが出てますね。よし OK。今のエラーは何だったんだろう。とりあえず、あ、そうですね、あとはストーリーを進めていくって感じなのかな。ライブ終了お疲れ様でした。ライブでランクアップ、メインストーリーの続きが見られるよ。まあひとまずはライブをどんどんやってストーリーを進めてって感じですかね。おおすごい、カフェスペースじゃないや、さっきの、バンドの、なんて言うんでしたっけ、スタジオかにいますね。でストーリー、あーこんな感じか、バンド衣装着てますね。メインストーリーこれ始まっちゃう、カメラ大丈夫かな。ボイスありだとちょっとダウンロードが重いかもしれませんね。であと僕の声撮ってるカメラが途中で切れちゃうかもしれないです。おーおー、来た来た。まあ、こっからどんどん他のバンドを誘うって感じですかね。私はここを離れるわけにはいかなくて。なるほど。バンドの目処はついているんですか。これは一応ストーリー1話を見たらチュートリアル終了なんでしょうか。とりあえずまだチュートリアルですよね。おーおお、アフターグロー、この中だと真ん中の子がいいですかね。パワフルな演奏とボーカル、なるほど。もう一つはおお、パステルパレット、なるほど。この中だと真ん中ですね。なんか真ん中ばっかりだけど真ん中ですかね、うん、あーなるほど、アイドル系って感じですかね。確かにキラキラした感じがありますね。うん、変わり種なんだ、ハッピーワールド。まあ、この中だと、あ、真ん中、真ん中ですね。なんかやっぱ真ん中になっちゃうな。真ん中のこの金髪のこの髪型いいですね。あとこの人形みたいなの気になりますけど。本当それぞれの個性が出てて、きた。ロゼリア、このグループめちゃくちゃ気になります。
この中だと、ああこの右の黒髪の子と左の子ですかね、ツインテだった子。まあ全然キャラクターわかんないですけど、とりあえず見た目だけで。本当いろいろ個性がね出てるバンドがいるんですね。他には多分これもバンドとか増えてくんでしょうね。すごいな。おお、すごい、一番最初からロゼリアなんだ。でもとりあえずはね、基本的にはこのポッピンパーティーのメンバーを中心にお話が進んでいくという感じでしょうか。ストイックなんですね。おお、一緒にね声かけに行ってみようと。おお、行っちゃいましたね。はい、あ、僕も一緒に行くみたいです。おおおお、ダッシュでじゃあ追いかけましょう。たく、大丈夫かよ。おお、ストーリー達成ボーナスをもらいました。そして、新しい楽曲が解放されていきましたね。カフェテリアマップ、へえ、エリアの開放とかもあるんですね。では指示通りこの左端のアイコンを触ってみましょう。タップ。おうおうおう、あ、これはロゼリアのメンバーがここにいるということでしょうか。ではカフェテリアをタップ。いた。エリアで日常会話を見よう。エリアではキャラクターたちの会話が常に発生しています。いやー、これはまた楽しめそうな、内容ですね。次へ、そして会話を見ると、なるほど、ランクとかバンドランクが上がる。なるほど、じゃあちょっとタップしてみましょう。バンドの名前ってたくさんありますよね。オートでここも、シファーとか暗黒のかな。ロゼリアでよかったわ。え、何か言いましたか。はい、ロゼリアのですね、ストーリーを見たと、ストーリーというか会話か、を見たということでランクがさらにアップいたしました。そしてメインストーリーもさらに解放ですね。 OK。どこまでがこれはチュートリアルなんだろう。まだチュートリアルなのかな。とりあえずまたねボイスありのストーリーを見ましょう。ロゼリア、ロゼリア、うん、どっかで聞いた名前だな。あ、思い出した、ロゼリアってグリグリとジョイントライブしてたあの人たちだよね。グリグリ、もしかして霞、気づいていなかったの。グリグリ、カフェテリアスペース、この後ロゼリアとの会話があるんでしょうか。はい、ついていきます。お、来た。いやー、でも本当さっきからね同じこと言ってますけど、この表情豊かに動くの本当いいですね。すごいわ。あれ、もう知り合いなの。あ、先輩、先輩なんだ。なるほど、ここから勧誘ですかね。誘わなきゃいけないという。この子たち花女性なんだったね。ってことはサヨの後輩ちゃん、紹介してよ。1年後輩の富山かすみさんに花園大さんよ。お、クールな感じの子ですね。私はリサ、ベースやってるんだ。こっちのユキナがボーカルで、この子がドラムのアコ、それからキーボードのリンコ。改めてよろしく、ね。なるほど、とりあえずキャラクター紹介も含まれてますね。それで私たちに何の用かしら。お、私たちこれからスタジオに行くのだけど。スタジオに行くのだけど。はい、お時間はあまり取らせませんから、詳しいことはこの人から。もしかしたらこの後もう一
曲やったりするんですかね。おお、そうそう、さっき僕が気になるって言った2人はこの2人です。ちょうどペアで出てきてくれましたね。まだ出ると決まったわけではないわよ。そうね、イベント自体に興味がないわけではないけれど、話を聞いている限り、この子の声はなかなかにクールな声をしてますね。でストーリーがまた結構長めなのもこれまたいいですね。まあオートで見てるっていうのもあるんですけど、いやこれボイスありですごいですね。会話が終わって、何ですって？ライブはあるのかな？音楽は演奏技術が全てじゃない。弾きたい人が弾けばいいんです。そういう考えのバンドを否定するつもりはないわ。ただ、私たちとは目指すものが違うというだけ。勇気な。まあまあ、落ち着いて落ち着いて。せっかく頼みに来てくれたんだし、演奏を聴いてあげるくらいいいじゃん、ね。分かったわ。ただ、納得できなければ私たちは出演しない。それだけは。こう一筋縄でいかない感じがまたリアルでいいですね。はい。はい、ありがとうございます。ポッピンパーティーのこの5人以外はアニメに出てくるのかな。もうこれはよりアニメを見なきゃいけませんね。急いで見たいと思います。楽しみに、うん、やっぱこのツインテの子いいですね。紫髪の子気になります。しかと見届けさせてもらうわ。こっちの黒髪の子も ね、今気になってます。はい、まあ、この推しとかいうのも決まっていくんですかね。はい、あ、ちょっと喋りながら言ったら、ストーリーが終わりました。ありがとうございます。そしてまたさらに新たな楽曲が、増えましたね。また楽曲がねどんどん増えていくのもいいと思います。そしてバンドストーリー、それぞれのバンドのストーリーが、解放されまして、お、来た、チュートリアルクリアということで、ここまでがですねチュートリアルということでございました。どんぐらい時間かかりましたかね。20分ぐらい、ちょっと測ってないんですけども、そのぐらいでしょうか。はいはい、ということでガルパへようこそ。最後におさらいしよう。進め方としてはメインストーリーを進めて、楽曲解放してエリア解放して、ライブをして、まあ、とりあえずライブ成功させて、まあ、どんどん、レベルを上げていこうという感じでしょうか。あと会話を見るっていうのも必要みたいですね。はい、では閉じる。新たな楽曲が増えたよ。ライブから遊んでみよう。ちょっと時間が、ん？ボイスダウンロード、すべてのエリアボイス。ちょっと、とりあえず今時間があれなのでキャンセルしておきます。ログインボーナスをもらいました。噛みました。そして次へ。ちょっとね、先ほどのは後でダウンロードしておきたいと思います。そして、あ、なるほど。今はリリース記念ということで、毎日ログインの、やつもやってるみたいです。はい、そしてこれは、あ、お知らせの画面ですね。はい、ありがとうございます。閉じる。これはおお、グリグリ動かせる。めっちゃいいじゃん。ちょっと他のね作品を出すのもあれですけど、ちょっとデレステに近い感じがちょっとこれはしますね。またそれがいい、いいですね。はい、でこの下の矢印マークは外に出るってことでしょうね。プレゼントボックスに何か届いてんな。あ、なんかスターがありますね。はい、これはまあ後で置いといて、お知らせを見るとリリース記念ガチャだったり、あと近々、イベントも始まるみたいですね。あとアニメのお知らせなどなど、お知らせ系がまあここには出ますね。で右下を見てみると、大きくライブ、ストーリー、バンド、ガチャとあります。ちょっとガチャ覗いてみましょうか。やっぱ長く続ける上でね、やっぱガチャ気になりますからね。おお、こんな感じなんだ。なるほど。1回引くのに250個。あ、ここら辺の数はテレステと一緒ですね。
10回弾くのに2500個必要です。でお金で買ったやつはスター60個で1回1日限定で弾ける。なるほど、ということでポッピンパーティー5人の星4が登場。ランク的には星4が一番上なんですかね。はい、ということで特訓するとまた姿が変わるとか、まあ、ちょっと詳細はね今後、やっていきたいと思います。じゃあちょっとショップを覗いて、エリアアイテムなんか効果が、あ、やっぱそうですね、効果が出るんだ。エリアアイテムっていうのはこれも大事になっていくでしょうね。楽曲ショップって何？楽曲買うんだ。へえ。なるほど。なるほど。あ、バタフライ。ああ、これあれか。既存の曲を歌うんだ。すげえ。あ、Don't Say Lazy とかあるし。すご。ちょっと本当何も知らない状態でしたけど、ER ファンクラブとか懐かしいな。はい、ということで、いいですね。またこれはやりがいがありそうですけども、とりあえずこのポッピンパーティー5人は揃ってるの？揃ってますね。はい、ということでちょっとね、今回は、初めてのプレイということで、こんな感じでございました。まあ多くの方がねスタートしてるとは思うんですけども、僕も、まあ、ちょこちょこやっていこうかなと思います。はい、ということで、またガチャ引く時とか、まあこうストーリーがね、まあ今ここまで進みましたみたいなね、報告をちょっと動画でまたやりたいなと思います。ということで今回はバンドリ、ガールズバンドパーティーの、プレイ動画でございました。僕もスタートいたしました。よろしくお願いします。ということで今回はここまでになります。最後までご視聴ありがとうございました。